はい、じゃあ今日はですね、はい、多分初めてだと思うんですけど、うん、あの下草の話をしたいと思います。はい、下草っていうのはまあ、盆栽飾りの中で種木の、まあ、松とかシンバブだとかに対して親って言われるものが下草になります。はい、で三点飾りの場合は種木と例えば楓とか、まあ、そういう楓と下草と合わせて、まあ、そうやって言い方しますけど、まあ、いずれにしても種木を引き立てるものということで、うん、まあ、添えるよということで添えという形になります。はい、で下草はですね、まあ、本来は季節を表すものということで、うん、と春ですとヤブコウジとかこういう笹ですね、春ですね、春を表すものから夏ですとこういう風地草、姫風地だとか、うん、と紅茅ヶ谷とかってさーっとこっちの先端が赤っぽいような紅茅ヶ谷とか朝霧草とかですかね、ああいう涼しげなもの、うん、まあ、夏っぽいようなものですよね。こういうものが夏に使われると、夏の展示会に使われるということですよね。うん、それから秋になると、まあ、林道とか、あ、まあ、小金石沢は秋とか冬とかに、まあ、こう渋いもんですから、うん、小金石沢なんかは秋冬に使えて、まあ、冬は、まあ、小金石沢以外でも竜のひげだとか、まあ、冬っぽいものですね。はい、こういう、まあ、季節をそのぐらいは表すものだと。うん、ただ今国風展とかも見ても、国風展は2月頃の展示会ですけど、こういう夏場のね涼しい冬入りの風地草とかね、一時期出てたりなんかして、ちょっとそこら辺はあまり多少季節感というところは無視されてるかなというのはあるんですが、まあ、本来はそういう季節を表すものだということですね。それと今の作業さっきやってみましょうか。はい、6月なんで、9月はですね、こういう、これはまあ姫徳佐ってやつですね。うん、これはまとめて買ってきたやつをこういうふうに寄せてですね、お祭りとかでいくらだったかな、500円だか700円とか、そんなもちろん1000円以下で売って、これはまあ売れ残ったようなやつですね。はい、でこういうのを持ち込んでくると、まあこういうものになってくるよと。持ち込みですよね。すごいですね。ね、これなんかもすごい、もう展示会ですぐね、もう使えるような、これだとか、あとこういう重たか系ですね、岩だれとかいうやつですかね。こういう種類これたくさんあるんでね、ちょっと汚いですけど、きれいに掃除すればすぐ使えるよと。こういうのって、もうだから植え替えはもうしないで、そのままずっとしないです、しないです。もう植え替えちゃダメですね。うん、もう全然盆栽と違うのはやっぱりいい鉢に植えてできるだけ古く持ち込むと。なるほど、持ち込みですよね。草物で時代を感じるというか、そうですね。だから商売やってる人なんかはなかなか売れないですよね。うん、やっぱり草でね、5000円とか1万円って高くて普通じゃ買えないんだけど、はい、作る努力とか年数考えたら全然割り合わないんで、盆栽行ってもなかなか草っていうのをこう売ってもらえなかったりしますね。こういう即席のものはねできるんですけど、でこのサイズの盛り上がりでどのぐらい前に、でもこれね、多分今年去年とその前だから多分3年、あ、3年ですから結構経ってる方ですね。これだけ盛り上がってきて、当時はぐるぐる巻きにしてスポンと入れて即席で作ってましたから。なるほど。だけど3年経つとこれだけこう競り上がってきて、だってお祭りが去年今年とないですから、はいはい、で一昨年の売れ残りなんでね、これ3年でこのぐらい盛り上がってくると、なってくるってことですね。ただ今思うとやっぱりいい鉢に入れときゃよかったなと。なるほど。こんな100円200円の鉢に入れてね、こんな背の高いやつだと下草としてはちょっと使いづらいですよね。だからできるだけいい鉢に入れておくといいですと。これなんかもそうですよね。これまあ鉢のいい鉢ですよね。うんうん、でこれだけ鉢こぼれっていうのがまた一つ大事なんですけど、はい、こういう鉢もう絵がちょっと見えなくなっちゃってるんでもったいないってあるんですけど、これは普通の単調草ですね。私大好きなんですけど、まあ、こういう鉢こぼれがあって、はい、まあ、鉢もちゃんといいやつに入れてということで、これなんかは同じ単調草でもシシバ単調草といって、ちょっと葉っぱがしっかりしてる形の、これも持ち込んできて、まあ、ようやく鉢こぼれができ始めたよというやつで、これは春吉さんって言ってね、ちょっと最近多分今1万円以上するんじゃないですかね、鉢だけで、そのサイズで、だからちょっと冬とか割れるとこショックなんですけど、はい、そういう。これ草物って、こう成長していく過程で割れたりしないんですか？ありますね。太っていくとたまに割れたりするんで、ただやっぱり植え替えちゃダメなんで、あんまり寒いところに置かないってことですよね。冬ね、水が染みて凍って割れちゃったりとかってあるんで、まあ、鉢はいいやつ入れようということと、まあ、こういうね単調草でも種類が違うんで、葉の大きさの違いは、その種類の違い、種類の違いですね。種類とあとは葉の大きさはっていうと、今ちょっとやろうとしてるんですけど、はい、この時期5月から6月にかけてこの単調草だとか、とこういう姫徳佐
ていうのは切ります。それからちょっとやりますね、はい、これもまた考えようですけど、こういうせっかくもう今ちくぼれになりかかってるやつっていうのは成長すればどん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 降りてくるんで、まあ、切らないのもあるんですけど、まあ、芽数を増やすとか小さいの葉っぱを作るっていう意味では一回切っちゃいますんで、はい、こういうのはどんどんこうもうざっくりですね、小さいやつだけ取っといてこういうのは切ります。うん、ざっくり大丈夫ですね。小さいの残さなくてもいいぐらいなんですけど、そうすると1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいから経つとまた小さいのがいっぱい出てきますので、そうするとまあ数が増えて、こういう小さいのばっかりになると、うん、はい、これが単調層ですね。で赤松もそうですし、これも小金石さんは私あんまり実は好きじゃないんで、どちらかというとその抜いちゃって、この赤松だけで作りたいんですけど、あとね大事なのがですね、本来はこれ一緒に小金石が入っちゃったんですけど、はい、単色で作った方がいいです。あ、そうなんですか。でこれはね、ただまあ東樹園の今はまあ若い方はいろいろと盆栽始める方いっぱいいて、いろんなものを寄せて作りたいよっていうのはもうそれはそれでいいと思うんで、はい、好みで楽しんでもらえればいいと思うんで、あんまりその伝統言うと良くないんでと思うんですけど、ただ強いものがやっぱり勝っていく、弱肉強食で淘汰されていくんで、弱い草は枯れていっちゃいます。雑木なんかもよくね、いろいろと寄せて作る最近ありますけど、はい、それも本来は自然から行くと長く持ち込むってことを考えると淘汰されるんでありえないっていう考え方なんですよね。そうなんですね、はい、だからまあただやっぱり僕店とかでも寄せ植えが多いですからね、もうそれは言う時代じゃないと思うんですけど、まあ、当時園では単色で作れよって言われてるってことで、なるほど。でこれ もうざっくりです、もう元から。本当はね5月の連休頃っていうのは、我々ちょうど6月に、展示会があるんで、6月中旬っていうと5月の中旬にこういうふうに切っていくといいですね、これいいですね、気持ちをいいですね、気持ちもうすっきりで、そうすると今度短いのがいっぱい出てきます、出てきますんで、これもそうですね。それから姫徳さんもそうですね、これはね私が盆栽美術館の管理やるようになって、まあ今ちょっと休んでますけど、はい、管理やるようになって逆に教わったやり方なんですけど、これもこう切っちゃって、ヒメトクサはね私できないもんだと思ってたんですけど、切ると綺麗に、だからちょっとこれ下の方からね出させたいんで、まあそういうことも期待なんですけど、これも綺麗に取ってあげて、そうすると、まあ、また短くてね綺麗なのがまっすぐ切れますね。だからこういうのも飾るんだったら本当はこういう風のこういうのはちょっと長さを少し合わせてあげて、これ抜くと節で抜けますんで、同じ長さでね、やってあげると、まあ、飾る場合はいいですけど、まあ、これも目数増やしたいんで切っちゃいましょう。丸坊主で花が咲く、もう当然花っていうのはね、木によって草によって時期が違うんで、我々がちょうどこれはカラマツ草ですけども、はい、まあ、可愛い花ですよね、これとか、あとこれねちょっと名前忘れちゃったんですけど、黄色いちっちゃい花が咲いて、これまだ刺したばっかりなんで即席ですけど、これがこう下の方に垂れてきて結構ダラーッと伸びて、で黄色い花がちょこちょこちょこ咲くんですよね、これとか、あとこれは何ですか、丹那なんとかってやつですね、これはなんとか丹那血だけ刺し、丹那血だけ刺しっていう、6月展示会ある人は6月に花が咲くっていうのを調べてやるといいですよね。なるほど、やっぱり季節を表すっていうのは草もそうなんですけど、やっぱり花も非常に飾りが華やかになるんで、展示会に合わせた、まあ、なかなか冬だとね咲く花も少ないですけど、まあそういう展示会の季節に合わせて花の咲くものをやるといいかなというふうに思います。要はお家に飾る時でも、例えば小白系だと季節がわからないから、はい、そこにこういうちょっと季節のものをちょんと置くと、そうですね、おしゃれ、そうですね、はい、私もだから最近ツイッターで自分の作業したやつに遊びで食の上に木を入れ置いて、でジータの上にこうちょこんと置くと、まあ一応こういうね飾りっていうのが主木があって流れがあって、はい、で流れを受けて、こういう草があって、でまあ、見るものとこの三角形で対話をするわけですよね。なるほど、それが、まあ、感じられると非常にいいかなということ で、 そうです、ねね、ちょっと家でそんな床の間とか必要ないんでね、打っとくと面白いかな、一時、ねこれハマると本当にね草は楽しくてしょうがないですよ。そうですね、だから時間がかかるで、まあ、家鉢植えて、であとはこういう六角鉢とか、六角鉢だとか
こういう正方鉢ですよね、はい、こういうのは作っておいた方がいいし、あの種木が雑木の場合はやっぱり泥鉢も作っておいた方がいいですよね。なるほど、泥鉢で、あ、そうか、鉢が同じにならない、同じにならないですよね。ということでこういう赤葉ってやつかな、泥鉢のやつも作っておくと、まあ、種木が花林だとかね、うんうん、あの太い楓だとかっていった場合にこう使えていくよと。なるほど、いうことで、これはだからまだ若いですよね、3年とかのもんじゃないですかね、うんうん、で古くなってくるとだん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 こういうふうにこういうふうになってきますよね。鉢がねこういうふうになってくると鉢こぼれですよね。ちょっと時代が乗ってるねって、こういうね、これなんかいいですよね、すごくね。なるほど、もうちょっと掃除しろって話なんですけどちなみにこう最初に、はい、まあ、草物をちょっとやってみようかなと思ったのは、どういったものをおすすめ？お金かける必要ないんで、はいはい、まあ、こういう姫徳草なんかも非常に安く、まあ、夏場なんかねやっぱりあるといいですし、あのやりやすいのはね、ヤブコウジだとか、ヤクシマヤブコウジ、草も姫とかヤクシマっていうのがよくって、だいたいヤクシマってつくのはちっちゃいですから、まあ、姫もそうなんですけど、あのヤブコウジならヤクシマヤブコウジ、フーチソウなら姫フーチ、あとこういうイタドリもですね、イタドリは私も今やってるんですけど、あ、これ一回切ってるな、こういうのね切って、これもこれ結構つきます、これで。あ、そうなんですか、うん、これで水に浸しといて、もこれは蒸散を防ぐために葉っぱを落とすんですけど、はい、で水に30分ぐらいつけといて、うん、刺すとかなりの活着率がいいんで、こういうのつきますね。意外とね、狙い目なのがやっぱり園芸店行くと安く売ってますから。なるほど、園芸店でね、そうすると盆栽さんで鉢買うたくさん買うと高いですけど、うんうん、園芸店行って安いものを買ってちょっといい鉢に植えると、植える、はい、であとはもう時代を待つまで時間をかけてじっくりじっくりやる。こういうだから義母子とかこんなのは園芸店です、まさしくあのホームセンターで買ったやつなんで、ショーマとかですよね、うんうん、はい、こういうのはいいと思います。で葉っぱの小さいやつがいいですよね、はい、多分こういうのはみんな1000円以下で買ってじっくり作っていくと。こういう重高系ですよね、これだとか小さいのはこういうやつだとか、重高系もやっぱり岩重高とか岩だれとか一つ葉系ですね、これはもうこ一つ葉っていうんですけど、はいはいはい、これちょっと斑点があるようなね、これも私大好きなんですけど、うん、これは即席いつまた買ったばっかりでね、やっぱり若い木ですよね、うん、なんでまあこういう風になるようにじっくりじっくり持ち込むとすごいですね、苔玉みたいになってますもんね、はい、そうですよね、はい、それで楽しんでいただければと思います。なるほど、非常に勉強になりました、はい、下草早めにやった方がねいいですね、やった方がいいです、ね、時間がかかるんで、うん、はい、いつ何が起こるか分かんないから、そうですよね、作っときましょう、はい、ぜひ僕も変えて作ります、はい、そうですね、こんなやつをたくさん作って楽しんでください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました